皆さんこんにちは。本日2019年6月2日の日曜日、今私大通公園の端っこ大通西12丁目にいます。ということで渡りまして今西11丁目までやってきました。あの先週のライラック祭りの時は結構いろんなお店が出ていまして結構賑やかだったんですけれども、もうそれもだいぶ静かになりまして、この噴水の水の音だけがすごく爽やかに聞こえてくるというそんな感じです。こうなんかやっぱり水といえばこの青というのがやっぱり綺麗でいいですよね。下はこれ青くわざと塗ってるっぽいですけれども、じゃあ先週も訪れましたこちらの石山通りの札幌プリンスホテルまで行って、でそちらから今日は狸小路を10丁目から1丁目まで歩いてみたいと思います。で今ここずらーっと並んでますけどね、あの学生さんが中央区役所前電車の停留所です。さーて札幌プリンスホテルの前までやってきました。これやっぱりこの辺 の, あの石山通りのランドマークとしてはすごくよく目立つ存在じゃないかなと思います。あの先週はあのちょっと触れなかったんですけど、ここが中央区 の, あの区民センターでして、区民センターのところがこう入っていくと狸小路19橋というふうになります。では、こちらの札幌プリンスホテル、そして中央区役所、そして中央区区民センターのこの脇の道路、ここを1丁目まで歩いていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ま、ということで早速見えますのがこちらの区民センター、ま、正面玄関はこの1本入ったあたりからになります。狸小路の端っこだなみたいな感じで、やっぱりあちらこちら食べ物屋さんっていうのは結構あちこちありますよ。もうこの辺から早速、ただですね今日やっぱり日曜日なのでもう5時6時で、普通の日なら空いてるんですけど、平日ならば空いてるんですけれども、今日はやっぱり割と空いてないなっていうそういう気がします。ここも昔は何かの店だったんでしょうねきっとね。あ、書いてますわここに、あの鮮魚海産専門の道産産地なんだっけ、地方発送みたいな感じで魚のお店だったみたいです。海産物のお店だったようですけどね。ここはなんかラーメン屋さん、やっぱり日曜日だけあって休みますね。狸小路8丁目商店街ということで8丁目までやってきました。ここはなんか思ったよりあまり飲食のお店が、まあ、あるけれども9丁目10丁目の方がまだ多いかなって気もしますね。そしてなんかすごくシンプルなセブンイレブンがあるんですけれども、裏口かなこれ、反対側の方が表口かな、あ、そっぽいな、裏の入り口っぽいです。さて7丁目までやってきました。ここだけなんかこのアーケードがとてもレトロチックなんですよね。多分昔作ったのはいいんですけれども、あの新しくするときに7丁目だけはなんか除外されたようなそういうような感じですけれども、車は通れなくはないんだけれども、まあ、一応歩行者天国みたいなそんな感じにはなっています。ここは何ですと、あのシンガポール料理店みたいな感じですね。6時オープンの2時クローズみたいなそんな感じで、うん、なんか一回行ってみたい気もします。でもなんかこの辺だとやっぱりなんか商店街って感じですよね。飲み屋が中心の商店街みたいな感じで、ここがなんか急におしゃれなバーになってますけれども、そしてこっちはすごいなんか炭火焼きのいい匂いがする、あのすごい煙ってるんですけど炭火焼きの香りがするし、ここはなんか昔懐かしいなんかロックソウルジャズ中古版専門店ということでいいですね。私結構ジャズ好きなんですよ。そして6丁目、ここからのアーケードはなんかああ狸小路商店街だなみたいなそういうようなアーケードの街になります。これが1丁目まで続きます。そしてね、あの私このアーケードの上が開くというのを初めて知りまして、今日天気いいですしね、風通しがやっぱりいいですよね開くと。でなんか向こうではなんかこうなんか北海道発のアイドルがトタロコタロって書いてますけどね。ここはちょうどあのドーミーインというホテルで、あのまあ日本各地になりますよね。
この道民院の店がこの狸小路から入れるというのも、これも特徴かもわからないです。あとこの辺になるとやっぱりお土産屋さん、あの道央民芸センター2例と書いてますけども、北海道土産のお店とかそういうのも出てきますよね。あ、そう、ちょうど空いてるんでこう見てみたんですけど、上のあの物置みたいな、なんか100人乗っても大丈夫そうなあの物置みたいな、あれは何だろうな、なんか機械室かな、なんか動力室かなんかなのかな、ちょっと分かんないですけれども、アーケードの上にあんなのあるんですね。そして5丁目商店街、この辺りはなんか割と新しくしたかなっていうのは多いっていう感じです。なんか建て替えた店の方が多いかなっていう感じかな。で、建て替えたのと建て替えてないのがあるので、まだその辺は混在してますし、でこちらなんかカニキングと書いてあるんですけども、カニキングの人よく見るとなんかソフト屋さんかみたいな、そんな感じの、何があるのかちょっと見てみたいですよね。あのカニ料理いろいろあるんですけども、ソフトクリームもちゃんとプレミアミルク、それから抹茶、そして、北海道産練乳といちご、そして、豆乳桜ラテとか抹茶豆乳抹茶ラテとかクラブチャウダー、あ、チャウダーってこういう風に書くんだ、なるほど。で5丁目もやっぱり空いてます。あ、ただね、そう、あの道路の上は空いてないっぽい。5丁目も上がやっぱりぽっかり空いていて、あのこんな風に開くんだっていうのが今日すごく新鮮なんです。初めて知ったっていうか、あ、開くのかみたいな、そんな感じなんですよね。すごい、なんかあの木彫りの熊の首だけみたいな、でしかものれんからひょっこり顔出して、ここに顔出してるのがネギマって書いてますけどね。北海道産、直流通センター中町串川町、鉄板串焼きの店みたいですけれども、今日はなんか、あ、ここかやってますね。普通にこうやっぱりあの動画的にこうおっぱいのところを映しておくとやっぱり受けがいいんでしょうかね。こんな感じでおっぱい320円とか、ま、じゃなくても、あ、これ多分牛の胸だと思うんですけどね。そして5丁目にはなんかエクスチェンジャーズ両替の店もあります。だいたいこの辺見るとどこから来てるかってなんとなく分かりますよね。台湾が台湾ドル、シンガポールドル、そしてマレーシアはなんだっけ、マレーシアルピーかな、それから香港ドルなんていう風にありますし、まあ、US とかそれからユーロとかありますが、今だいたい106、7円ぐらいなんだ、あの今日現在の。あ、そう、そしてね、あのなんか中国韓国系かな、特に中国系の人に人気あるのはこちらのね、札幌ドラッグストア、結構この辺でなんかいろんなものを爆買いして帰る方が多いんですよね。あ、多分ここにいる方のほとんどが中国語を話している方じゃないかなと思います。でこちらが、JRA ウィンズということで、なんていうかな、場外馬券っていうの、あの馬券をあの競馬場の外で売ってる場所っていうのかな、がここになります。そしてまだまだ5丁目ですけれども、これは前に雪祭りの時に紹介したかもしれないですけれども、右から本陣狸大明寺、大明神社って書いてるんですよね。まあ要するに狸神社、あの商店街の人が作ったようなそんなものですけれども、まあ、お腹触ればなんかご利益があるみたいな、そんなようなのがあるんでしょうか。たぬき地蔵を貼っとくということで、頭を触れば知恵を授かり、なんたらかんたら、目鼻をさすると、合格当選就職決まる、肩から胸をさすれば恋愛上手とか、こういう書いてますけどね。あ、ちなみに今私が座ったところはですね、触ったところは安産育児疑いなしということで、また安産に関わってしまったという、本当に私なんか安産祈願とかそんなばっかなんですよね。そろそろ元気な子が生まれるんじゃないかなってそんな気がします。まあ、いろいろ八箇条書いてます。次4丁目に渡るんですけれども、これは何だろう、ちょっと気になりますね。あのビルの上のあの謎のドーム型の塔は、あれは何でしょうね。まあ、ということで狸小路4丁目に入ります。もう一本行けば、あそこ札幌駅前通りと交差します。やっぱりこの辺あのお土産屋さんとか、そしてドラッグストアとか、なんか、まあ、いかにも海外の人狙ってるんだろうみたいな、そういうお店が多いですね。でやっぱりタヌキ工事らしいのは、やっぱりこのタヌキの置物が所々にあるっていうのがいいですよね。タヌキの置物、まあ、横には牛もいますけれども、タヌキ工事って、そう、その昔この辺にタヌキが出たとか、まあ、あのタヌキに化かされるように女の人に騙されたとか、まあ、いろいろそういう名前の由来はあるようですけれども、まあ、はっきりしたことは分かってないそうです。
まあ、とにかくいつの頃からかたぬき工事というふうに呼ばれるようになりまして、それが本当に北海道の開拓が始まった頃、1860何年とか70何年とかそういう頃にはすでにこの商店街はあったそうです。で、やっぱり同じ頃にできたのがすすきの界隈なんですってね。という札幌の中でも一番古い商店街であり、まあ、北海道庁よりも、大通公園よりも何よりもここが最初にできたという、まあ、すすきのかここかみたいなそんなところがあるようです。そして、4丁目も同じようにアーケードの上が空いてますけれども、こういうアングルでこちらのビルを見るのもなんか非常に新鮮ですね。なんか本当にここ閉じてるイメージしか私ないんで、こうやって空いてることの方がすごく珍しいんですよ。結構もうこのビルも昔作ったような建物で、今見るとすごく味が出てきてるなという気がします。あ、そしてそうそう、この駅前通りの下は地下街ポールタウンがこう歩い通っているので、垂直方向にこちらとあと反対側からこうエスカレーターで降りることもできます。11時ぐらいになると閉まります。札幌駅前通りを歩いています。脇に見えるのはこれ路面電車の線路、あと反対側にも路面電車の線路あるんですけどね。で、先ほどのメガドンキがあるビル、こちら、このビルが見えてたんですね。多分反対側はちょっと見なかったんですけど、こっちの方にももう一つのやっぱりこう70年代ぐらいに作ったんだろうなというビルが立っていて、まあそう遠くないうちにもしかしたら建て替えちゃうかもしれないですけどね。で、そうそう、ここに昔ってかこの間までビルがあったんですよ。それこそドンキホーテがあったんですけれども、ここがなんか建て替えることになったみたいで、今はすっかり青空が見えますので、ビルだったら今のうちかなという気もします。そういえば3丁目のこれ閉まってますね。3丁目、2丁目と1丁目どうかなちょっと分かんないですが、3丁目は少なくとも今閉まってる感じです。ドンキホーテが入っていたビルが今ちょっと建て替え中なので、コンテナ出して今ここにお店が出てるというそういう感じです。そして反対にはリユースショップ、セカンドストリート、そしてお隣にペットスーパー、そして松木用のドラッグストア等々ありまして、ちょっとなんか今までの飲食が多いなというのとはちょっと違う雰囲気になってますよね。で、まあ、またお向かいにも松木用がありますけどね。で、ここすごいです。ここセブンイレブンがあって、ここだけ学生服の赤塚になってて、ここから登る口があるんですよね。だからこの階段のところだけはちょっとこう回避して、なんかセブンイレブンが中にあるようなそんな感じになってました。さて、たぬき工事2丁目、そして2丁目もアーケードの上はなんか閉まってます。2丁目はですね、なんかこのファッションのお店、服屋さんとかリビオ、まあ要するに床屋さんとか、こっちは靴屋さんとか、なんかそういう店がちょっとできて、まあ、そしてライオン、これは昔からありますけどね、ここは。そして宮分の包丁、この包丁屋さんも昔からあったかな。ああ、そして何でしたっけ、この間もなんか紹介したんですけども、なんかたぬき工事2丁目のこのベガス限定のなんか萌えキャラなんだっけ、たぬきなんとか、なんかすごい読み、まみずかさんっていうんですよ。たぬき塚って書いて、たぬき塚って書いて、まみずかなんとかって言うんですよね。この人は覚えました。なんかね、本当にもう少しなんか広めたら面白そうなんですけれども、たぬき工事のこのパチンコ屋さんばっかりじゃなくて、これはこれでまた受けそうなんですけどね。そしてハローキティのあれですよ、何でしたっけ、このなんか工事する時の柵、工事する時の柵のあれが今日、これはハローキティですよ。ずっとハローキティが並んでます、こちらの。さあ、いよいよ1丁目までやってきましたよ。上はずっと閉まってるっぽいですね、1丁目も。だから3、2、1は閉まってるという感じでしょうか。そう、個人的なイメージとしては、この辺はなんか飲食がまた復活するかなっていう気がするんですよ。1丁目はまた洋服の店、そしてこちらはコーヒー、ナマコって書いてある、ナマコ屋さん。ナマコって結構高いらしいですよ。すごいですね、100g 29,800 円ですよ。物によるみたいですけれども、でも安くても 14,800 円ですからね。だから中国でやっぱり需要が高いみたい、北海道のナマコって。こちら行きましょうか。これね、今まだ1丁目そんなに歩いてないんですけれども、特徴としては横にそれる道があるのと、
それから真ん中に1本あの交差点があるんですよ。これが特徴かなと思います。これは他のところないですよね。あの10丁目からずっと歩いてきて1丁目が初めてじゃないかなという感じ で、ちょっとこちらの方に折れたいと思います。一旦でここはあのこう行って L 字に曲がってるんで L 字街なんていうそういう通称がついているんですよ。そしてあここはなんかライブハウスっぽいんですけれどね。でここは結構ねあの洒落たあのレストランで割とここ昔通ってたんですよ。で上がホルモン屋さん でそしてねあのすごいなんか妙な匂いがするんですけれども、ここに山岡屋のラーメンがあってすごいなんか微妙な匂いとだけ言ってきますがするんですよね。というふうにあの割と簡単に L 字に曲がってるんで L 字街なんていうふうに言ったりします。ということで先ほど あの L 字街の入り口のところまで戻ってきました。エスニックランチピリ辛ボリューミーミーゴレン870円美味しそうですけれど、まあ、それは置いといて、ここはなんか質屋さんみたいです。そうそう、やっぱこういうのがなんか1丁目の特徴だなっていう感じするんですよね。この熊の置物は1丁目オンリーかもわかんないです。七倉弥太郎って書いてますけどね。ということで、たぬき工事1丁目側の終点までやってきました。10丁角歩きましたね。まあ、1時間弱ぐらいかかったかな。じゃあ最後せっかくですから、この創生川のところまで行っておしまいにしましょうか。ちなみにこんな感じ。そういえばここも、なんだっけ、創生川を経由してすすきのまで歩いた回の時に、ここも通りましたけれども、もう、しっかりなんかお店が出てるなという感じで、すごいこれはこれでまた賑わってますが、いろんなお店が出ております。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェこちらにも飛べますのでぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。